はいどうも、ちえほんです。今回はこちら、Redmi Note 12 Pro Plus 5G レビューしていきたいと思います。<laughs> なんとですね、Redmi Note ーー12シリーズのグローバル版の最上位モデルとなっております。非常に今回ね、面白いスペック備えておりまして、CPU に Dimensity 1080あとは大容量の 5000mAh バッテリープラス最大 120W の急速充電、トリプルカメラは高額に2億画素カメラを搭載しつつですね、デュアルスピーカーなんかも搭載し ま全部入りりのコスパミドルとなっております一体その実力はということで今回この動画でですねデザインだったりとか動作ゲーム性能あとはカメラやバッテリー持ちスピーカーの音質なんかもねしっかり徹底チェックしていきますのでどうぞ最後までお付き合いくださいそれではいってみましょう え、それではですね、早速、え、今回はね、まあ、開封からーではなくて、もう、あの、開封しちゃって、もう、あの、気になっちゃってね、使っちゃってます。で、えー、箱とかをちょっとご紹介すると、パッケージはこんな感じになっております。正面に製品画像がプリントされていて、え、部に、Redmi Note 12 Pro Plus 5G と刻まれております。で、ちなみに今回レビューしてるのはね、グローバル版の 8GB の 256GB モデルとなっております。え、付属品は純正のケース、これ TPU の柔らかいクリアケースがついてきます。 であとは取扱説明書と SIM、えー、ピンなんかも付いてきますさっきもお伝えしましたが、えー、今回ね 120W の急速充電にも対応しておりますので、えー、充電アダプタとあとは充電ケーブルなんかも付属しております、まあ、ちょっとねグローバル版ということもありまして、えー、そのままね国内で使うことはできないんで注意をしてください それでは早速、全面デザインからチェックしていきたいと思います。えディスプレイサイズは6.67インチの UKL ディスプレイを採用しております。非常に大画面なね、ディスプレイを採用しておりまして、え上部にパンチホールインカメラを搭載。えベゼルについてはね、結構え細くなっております。えミドルレンチモデルの中ではね、かなりあの、細くなっていて、上部に比べ、 カブの方がややね、太めにはなってるんだけど、まあ、これ使ってて、ね、気になることはなかったですねえ。結構ね、ミドル帯の価格だと、やっぱりベゼルカブの部分がね、結構太いものもあったりするのでえ、この機種はね、非常に細くて、僕はすごく好きですね。はい。で、えー、画面のね、明るさとか綺麗さなんですけれども、え非常に綺麗なディスプレイでえ、発色とか色味も問題なくですね、画面も明るくなっています。えー、直射日光画で使っても十分ね、明るく見やすかったので、えー、出先でもね、非常に快適に使うことができ やっぱりここまでね、大画面だと動画鑑賞とかもすごく見やすくて良かったですね。ちなみにディスプレイはフラットになっていて、ゴリラガラス5を採用しています。ディスプレイには最初からね、保護フィルムなんかも貼られていますので、別途ね、何か買う必要はなくてですね、ちゃんと画面がね、保護されているのも魅力的かなと思います。 それでは続いて側面をチェックしていきます。まず左側なんですけれども、左側には特に何もありません。側面は今回フラットになっておりまして、アルミフレームを採用していて、マットな質感で指紋とかは結構付きにくい感じになってます。これもね、いいポイントですよね。はい、続いてカブをチェックしていきます。左からシムスロット。 マイク、ク Type-C コネクタ、ススーースピピピーーーーーーカカカをを搭搭載載ししててまますすは今回おります続いて、側面右側。上から音量ボタン、電源ボタンがあるんですけれども、今回電源ボタンは指紋認証センサーが一体型となっております。画面内指紋認証ではないので注意をしてください。それでは最後、上部。イヤホンジャックとスピーカー、マイク、IR ブラスターが搭載されております。 それでは次に背面デザインをチェックしていきます。どうですかこのボディ。はい。あの、この背面デザインめちゃくちゃ良くないですかあの、低価格のミドルレンジモデルながらですね、非常に高級感がある、えー、背面デザインかなと思っております、えー。背面にはですね、ガラス素材を採用しておりまして、えー、光沢仕上げとなっております、えー。指紋なんかはちょっとね、付きやすいのでそこは注意なんだけど、えー、このね、光沢ならではのこの、なんだろうな、美しさというか、 ま、輝きなんかもね、すごく好き。はい。光が当たった時にとても綺麗に見えますね。で、えー、左上にトリプルカメラ搭載です。まあ、この辺のカメラデザインはちょっとま、好みはあるかもしれません。えー、カメラの出っ張りはこんな感じになっております。 え、下にですね、シャオミのロゴなんかが刻まれています。で、背面はね、えー、フラットではなくって、えー、両端がエッジがかっていて、ラウンドしてるので、こう手に持った時にちょうどフィットするような感じになります。あの、すごく握りやすくてね、あの、持ちやすい感じがします。大画面の6.67インチなんだけど、こうやってグリップ感もあるので、すごくそのあたり魅力的です。えー、本体の重さは約 210.5g、バッテリー容量が 5000mAh で、えー、大画面の6.67インチなんで、まあ、あの、ある程度重さ まあしょょううがなないいととと思うんだけど気持ちちねやっっっっぱ長時時間使ててるる重いなって感じる時はありますただね、あの、さっきも言った通り、背面がね、ラウンドしてるので、えー、大画面ながらすごく持ちやすいので、その辺はね、すごくね、僕は魅力的だなって思ってます。最近はね、結構 200g 超えてくるスマートフォンも増えてきたので、まあ、この辺はね、自分の用途、目的とかに合わせて選んでいってみてください。 それではここからはスペックと動作についてチェックしていきたいと思います。今回 CPU には Dimensity 1080っていう結構新しいメディアテック製の CPU を搭載しております。まあ、あの、ベンチマークスコアとかもね、ちょっと後ほどチェックしていきたいと思います。メモリは 8GB、ストレージは 256GB、外部ストレージには残念ながら非対応となっておりまして、防水防塵は IP53。残念ながらね、現時点ではね、r e d m ー Note ー12 Pro Plus 5G っていうのは国内には投入されておりませんので、 携帯が非対応だったりとか、義歯マークがないのでこのあたりでちょっと注意してください。それではね早速動作をチェックしていきたいと思います。まずはスワイプとかスクロールですね。はいこの辺はね非常にまあ快適かなと思います。はい非常に滑らかに動いてくれてます。リフレッシュレートは最大120ヘルツ速度となっております。それではアプリの開閉なんかを試していきます。 はい、こんな感じで、非常に、ね、滑らかに動いてくれてます。ちょっとページなんかを、ね、開いていきます。はい、こんな感じでね、サクサク開けまして、スクロールなんかもこういう感じでね、とても滑らかに動いてくれます。 あの、日常使いっていう部分で非常にこれね、快適で、このディメンシティ1080って、ま、あの、やっぱね、かなり優秀なんじゃないかなと思います。え、低価格のミドルだったら、ま、この辺積んでほしいなって国内機種も思いますね。あの、これだけ普通に動いてれば、ま、なんら、あの、問題ないと思います。で、え、ま、ゲームなんかね、ちょっと厳しいところもあったので、その辺はね、ちょっと後ほどお伝えしていきます。え、先にね、ちょっと Twitter を試してみます。 ツイッターはこんな感じですね。え、ツイッターに関してはね、ちょっと重さを感じるので、まあ、この辺はね、しょうがないかなっていう感じ。え、すごく重いわけではないんだけど、ちょっとね、クつきがね、あったりするので、ここはね、注意をしてください。まあ、普通に使う分には問題ないと思います。 続いて、ベンチマークスコアなんですけれども、ベンチマークスコアは、マックス51196点でした。えー、なんとですね、50万超えとなっておりまして、まあ、あの、ミドルレンジモデルの中ではかなりね、高得点を記録しております。で、しかもね、3回連続で計測して、ずっと50万点をキープしてたので、その辺もね、すごいなって思います。で、発熱もマックスだいたい40度ぐらいだったので、発熱を抑えつつ動作もかなりね、安定している感じがします。じゃあ、こっからね、ゲームもちょっと試していきたいと思います。えー 重いゲームとして原神をね、えー、試してみました。こんな感じです。原神についてはね、さすがに、やっぱりあの、すごい快適かって言われるとそこまでではないです。正直、まあ、あの、かくつく部分だったりとか、えー、重さを感じるシーンもやっぱ結構ありますね。特に重いダンジョンだったりとか、まあ、新エリアだったりとか、あとは技をね、こう重ねていくと重さを感じる時があるので、まあ、ここは注意が必要。ただ、あの、普通に暇つぶして遊ぶ程度であれば、もうこれぐらいは動いてくれてるので、まあ、僕は問題ないから だからこの辺って、まあ、どのぐらいまでを求めてるかで選んでいくのがいいのかなって思います。一応僕がね、やってみて思うのは、まあ、あ原神の動作の快適さとしては、まあ、普通ぐらいかなと思います。で、ちなみにパフォーマンスドックっていうね、あのフレームレートを計測できるツールでですね、検証した結果はこんな感じです。え、重いスメール砂漠エリアでね、15分間計測したんですけど、まあ、ああの割かし動いてはいるんだけど、やっぱり40切ってくると、まあ、ちょっと快適とまではいかないかなと、個人的には思っております。はい。なので、 え、ゲームメインでガツガツ使っていきたいとねはちょっと不向きだけど、まあ、日常使い、ネットとかメールとか SNS とかそのぐらいの使い方であれば全然問題ない機種かなと思いました。え、ぜひね、チェックしてみてください。それではここからは生体認証についてチェックしていきたいと思います。え、この機種はね、生体認証、顔認証と指紋認証どちらにも対応しております。え、紋認証については側面右側にある電源ボタン一体型となっております。それではね、早速今回は指紋認証を試していきたいと思います。 こんな感じでね、非常に高速で、えー、ロック解除してくれます。精度もいいし、認証からね、ホーム画面の移行もかなり早いので、すごく使い勝手がいい指紋認証かなと思います。えー、もちろんね、画面オフの状態から指紋認証をね、やっても、えー、反応してくれますので、そこもね、嬉しいポイントかなと思います。で、顔認証もね、非常に高速なので、こう、組み合わせ使うと、本当ストレスなくね、どんなシーンも使っていきますので、ぜひね、えー、この辺りは試してみてください。 それではここからはカメラをチェックしていきたいと思います。この機種はアウトカメラにトリプルカメラを搭載しております。2億画素の広角、800万画素の超広角、200万画素のマクロを備えています。えー、インカメラにはね、1600万画素のシングルカメラ搭載となっております。それでは早速、作例をね、チェックしていきたいと思います。まずは広角なんですけれども、えー、広角はね、明るく綺麗に撮れるような感じになっておりまして、色味がね、若干このあの、ディメンシティっぽい、ぽさのある色の感じになっていて、なんか、 色がね、ちょっと出てないような感じがするんで、若干白っぽくなるような感じで、えー、見たままとはちょっと違う感じだけど、まあ自然寄りと言われれば自然よりみたいな感じの、えー、色味になってます。なので、この辺はちょっと好みが分かれるかもしれないんですけど、えー、パッと見はね、かなり綺麗に撮れてるんじゃないかと思います。で、えー、今回実は高額2億画素を搭載しておりますので、えー、2億画素で撮るとこんな感じです。えー、どうですかね、さっきの通常オートと比べると、まあ、パッと見 感じは正直わかんないと思うんだけど、えー、これをねちょっと引き伸ばしてみると、えー、改造感が結構 こう違うの分かってもらえると思います。このあたりはさすが2億画素という感じで引き伸ばしてもより改造化が残ってるのはやっぱりこの2億画素モードで撮った写真となっております。なので、ね、まあ、ここぞという時に、えー、綺麗に撮りたいという時は2億画素モードに切り替えて、えー、撮っていくのがおすすめです。ただ注意点としては1枚あたりのこの写真のね容量が50メガバイトぐらいになるのでちょっとファイルの容量が大きくなるのでそこだけ注意をしてください。続いて超広告を見ていきます きますこんな感じです。えー、どうですかね。広角よりもより広範囲を1枚の写真に収めることができます。で画質についてなんですが、広角よりもさすがにちょっとね、画質については劣る印象で、えー、気持ち、解像感の争あります。ただ、あの、まあ、パッと見の綺麗さっていうのは、えー、スマホで確認する程度であれば十分かなと思うので、まあ、この辺りはどこまで求めるかっていうところかなと思います。ただね、ちょっと気になったのは色味なんですが、えー、広角ではちょっとあの色の、まあ、出方が弱いかなっていう感じが だったんです超高画では逆にこう今度は濃すぎるみたいな、えー、感じになるので、この辺りのね、調整が、まあ、いまいちなのかなっていう感じがしました。えー、続いて、えー、2倍ズームですね。えー、2倍ズームはね、パッとえ寄ってね、えー、遠くにある被写体を撮ったりとか、あとは料理とかをね、えー、1倍だとちょっとあの近づくと影が入ってしまうので、それをちょっとね、遠い位置からパッと寄って撮るような時にあの便利なものになっております。撮れる写真については、ちょっと気持ち改造感が物足りないや って感じる部分はあるんだけど、スマホで撮って、スマホで見る程度であれば、まあ、十分かなと思います。えー、最後、えー、十倍ズームなんですけれども、まあ、ここまでね、えー、まあ、遠くまで寄って撮れるのはいいんだけど、ちょっとここがね、来ると荒くなるので、まあ、ここはあくまでおまけ程度と思っておいた方がいいかなと思います。で、その他作例なんですけれども、えー、どうですかね、えー、結構ね、この広角については、大きめのセンサーを搭載していることもあって、結構ね、綺麗に卵きが出たりとか、 あと、シーンによってはね、さっきあの、なんかちょっと色がね、えー、薄くなる時があるのかなっていう話をしたと思うんですけど、気持ち暗めなシーンで撮ったりすると、意外としっかり色も出ていて、バランスよく撮れてたりとか、えー、そういう感じで、いい時と悪い時の差がえ激しいのかなと思います。なんかね、空の青さとかを表現するのがちょっと下手なのかなっていう感じがあるんですけども、えー、こういうね、ちょっと影のシーンとかだと意外とね、うまく撮れたりする感じがあったので、まあ、この辺はね、まあ難しい。 問題かかなななとあとととあはソフトウェアの調整でんうままくくいってくれたらなと思いますこの辺り今後に期待ですね。で、えー、暗所なんですけれども、えー、暗所についてはこんな感じです。えー、どうですか暗所オートでも明るく撮れてると思います。実は今回、広角2億画素だけじゃなくって、OIS、広角式手ブレ補正っていうのも搭載しています。なので、この暗所の光量がない場面でも、えー、手ブレを抑えつつ綺麗に撮ることができるんですよね。えー、結構、 よく撮れてますよねで、さらにですねナイトモードで、えー、撮影することでより鮮明にノイズを抑えつつ綺麗に撮ることができてて、えー、あのねうん、今回意外とやっぱこの OIS があることでこの暗所の撮影がより安定して取れる感じがありましたこのあたりはねすごく進化したポイントだなって思いますで、ただね色味が全体的に緑が強めになったりとか、えー、フレアが出やすかったりするのでこのあたりは注意ポイントかなと思いますまあ、とはいええー、これだけね、えー、撮れて いいいれればでも十分取れるって思ってて思思のかなと思います、えー、特にこの低角格のミドル体で高学式手ブレ補正を広角に搭載しつつこれだけ取れているっていうのはやっぱね強みになるんじゃないかなと思いましたぜひねこの辺りも一度チェックしてみてくださいで最後ね動画撮影もチェックしていきますこんな感じです 1080p の 30fps で撮影をしています手ブれ補正とかどうですかね この機種は 1080p の 30fps でのみ、えー、どうもね、光学式手ブ,レ補手ブレ補正の効果があるみたいで、どこですかね。ちょっと走ります。 えー、動画撮影については正直強いか弱いかで言うと、んちょっと弱めかなと僕は思いました。OS をこうにね、搭載してる割にはちょっと手ブれ補正がね、うまく効いてない感じがしてるので、まあこのあたりはね、今後ちょっと調整が、えー、アップリとかで加えられると僕はいいのかなと思います。まあ、えー、動画目的で買いたい っていう人はちょっと注意が必要かなと思う一台です。まあ、とはいえね、全体的なカメラの総評としては、静止画は結構撮れる。ただ、色味の出方が、まあ、ちょっと癖があるので、そこは注意が必要かなと思いました。まあね、2億画素の広角で、さらに OIS っていうところで、暗所まで、えー、結構ね、綺麗に撮れるっていうところは、うん、一つ良かったポイントかなと、え、思いました。 それではここからはスピーカーをチェックしていきます。えー、この機種はね、デュアルステレオスピーカーを搭載しております。音についてはこんな感じです。どうぞ。 いかがだったでしょうか音圧もね、結構しっかりしていて、えー、音についても十分この価格帯の中ではクリアでいい音が出てるんじゃないかなと思います。えー、若干ね、こう音を上げていくと背面の共振がちょっと気になってくるので、まあ、そこは注意なんだけど、まあ、十分動画鑑賞とかにもね、お勧すすめできる一台かなと思います。で、さらにこれいいなって思ったのは、この機種ね、グラフィックイクライザーにも対応してるので、まあ、割とね、調整で自分好みの音にできるっていうところも魅力です。まあ、低音なんかもある程度持ち上げることもできるので、まあ、こう、 自分好みの調整もしたいっていう人には結構お勧めできる一台かなと思いました。で、ちなみにあのイヤホンジャックもしっかり搭載されておりますので無線イヤホンだけじゃなくて有線イヤホンなんかもね、いつでもサクサク使っていけるっていうところも魅力的かなと思います。 続いて、バッテリー持ちをチェックしていきたいと思います。この機種は 5000mAh の大容量バッテリーを搭載しております。ワイヤー充電にはちょっとしたいので、そこは注意してください。じゃあ、いつも通りバッテリー持ちを検証してみました。まずは YouTube を垂れ流した結果がこちらです。100%から3時間経過で90%になりました。約10%の減りなので、まあ、あの結構持ちは僕はいいと思います。他の機種に比べても、あの全然ね、遜色ない感じの持ち具合になっておりまして、さらに、ね、じっくり使った検証結果はこんな感じです。 感じになっております100%から16時間経過後に、えー、51%残ってたのでバッテリー持ちもねかなりいいのかなと思いますこれだけ使ってバッテリーがね50%残っていれば僕の使い方ならまあ1日は余裕で2日目もこのまま行けそうな感じがしております今回はねゲームなんかもしっかり試しているので、えー、もっとねライトな使い方ならもっとね長くバッテリー持ってくれると思いますはいあのバッテリー持ちはねすごくいいのかなって思いますでさらにですね、えー、この機種なんと最大 120W の急速充電も対応し しておりますので、えー、バッテリー持ちもいいんだけどもし切れてしまったとしても、えー、わずかな時間でサクッと0から100%に充電ができるっていうところも魅力もう、まあ、あの 120W のね急速充電を体感しちゃうと他の機種の充電ってすごく遅く感じるんですよねそれがねこのミドルレンジのモデルで楽しめるっていうのは非常にね魅力的なポイントかなと思います、えー、そのあたりもね個人的にはすごくね推しポイントです それでは最後、価格をチェックしていきたいと思います。えー、Red Me Note 12 Pro Plus 5G のグローバル版は約5.2万円からとなっております。えー、価格どうですかまあ、あの、この Dimensity 1080で、まあ、日常使いの動作は快適。あとは大容量のバッテリーでバッテリー持ちも良くって、えー、最大 120W の急速充電。あとはデュアルスピーカーなんか搭載で、2億画素カメラで、まあ、5.2万円。 まあ、あのー、コスパ的にはね、すごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、あのー、最近のね、ミドルロレンジモデルって、やっぱどうしても結構高くなる傾向、もしくは、まあ、ちょっとチップとかを抑えつつ、まあ、安くする、まあ、この2択になってきてるので、まあ、あのー、振り切ってる部分はかなり振り切ってる機種なので、まあ、そういったところね、非常に魅力なんじゃないかなと思います。5.2倍だったらね、まあありなんじゃないかなと、えー、思います。皆さんはどうですかこのあたりね、感想、コメント、どしどしお待ちしております。 というわけでここまで、Red m ー Note ー12 Pro Plus 5G をレビューしてきました。いかがだったでしょうかうん、今回はね、なかなかやっぱいいミドルかなと思います。えー、特に良かったポイントとしては、まず低価格ながら、えー、背面ガラス素材で、えー、光沢仕上げで高級感ある仕上がりになっていた。持ちやすさがあったっていうところも非常に良かったです。で、あとあの、快適な動作。ライトユーザーの方であれば、まあ問題ないと思う。ネット検索だったりとか、SNS、このあたりを中心に使う方であれば、ストレスなく使って いけると思いますであとねバッテリー持ちもすごく良かったですね僕の使い方では正直1日は余裕でさらにこれに加えて 120W の急速充電がついているのでまあ本当バッテリー持ちの安心感に加えてサク。 と充電もできるっていうところも非常に良かったです。えー、悪いところについては、ちょっと本体が、まあ物理的な重さがあるので、人によって合う合わないがあったりとか、ゲームメインで使っていきたいよっていう人にはちょっとまだ、うん、おすすめしづらい一台かなと思います。まあ、あとはね、細かいところで防水がちょっと不安だったりとか、お財布携帯がなかったりとか、えー、動画撮影性能がね、もうちょい良かったら、 いいなと思ったりとかカメラのね。色の出方とかね。まあ、そういったところはあるんですけど。まあ全体的なこのコスパの良さっていうのは非常に高いんじゃないかなと思います。こういうのが国内にね。ガンガン入ってきてくれたらもっと。 面白くなるんじゃないかなと思います。え r、ー、e d m i Noto 12 Pro Plus 5G いかがだったでしょうか皆さんのね、コメント、感想なんかもどしどしお待ちしております。えー、今後もね、シャオミの、えー、最新スマートフォンのレビューなんかも随時発信していきますので、ぜひチャンネル登録して待っていてください。もしこの動画がよろしければ、グッドボタン、いいねもよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。